今日のトレーニングはドリブルのトレーニング、幼稚園児たちを対象にしたドリブルのトレーニングをしたいと思います。カンチャンネルの初めの頃にアウトフロントを使ったドリブルをトレーニングしましたが、幼稚園児そして1年生2年生たちに特にインサイドばかり使ってスピードが出ないドリブル、そしてトーキックを使いすぎてボールが離れてしまうドリブル、これをまだまだたくさん目にします。もう一度基礎に戻ってインサイドそしてアウトサイドフロントを使ったドリブルのトレーニングをいくつか紹介したいと思います。いくよ、ね、右の足でこっちの足ね、そうゴローピタ足ピタピタ、そう来た、そしたら反対にピタ反対にピタ、ここからせーのピタ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 、右足で、はい、ゴローンゆっくり歩きながらゴローン、カメラの方見るんだよ、ゴローンゴローン、急がない急がない、ゆっくりゴローンゴローンゴローン、ピタしないピタしない、ここからゴロンいった、ゴロンして、ゴロン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 、右足でゴロン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 、こっちから触る、はい、ボールのこっちから触る、ボールのこっちから、そう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 、そう上手、ゴロンゴロン、おーできたすごい、ゴロンゴロン、おーできたすごい、ゴロン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 、ゴロンしたらピタ、ゴロンしてピタ、ここで触ります、ここでまっすぐ5、トーンピタトーンピタ、
外、外、中、外、中。でね、外、外、ピタ。次は中、中、中、ピタ。今日やったトレーニングは幼稚園生だけでなく1年生や2年生そして学年が上の子でも基礎的なトレーニングとしてたくさんやることはいいことです。自分がもうすでに高いレベルのドリブルができるとしても基礎に戻ってゆっくりといろんなパターンでドリブルの練習をしてみましょう。頑張ってトレーニングしてください。